サッカーファンの皆さん、お待たせしました。試合開始を前にスタジアムの上には気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。生放送でお送りする明治安田生命 J1 リーグの一戦、注目の一戦になりそうですね。はい、よろしくお願いします。やはりサッカーはスタジアムで観戦するのが一番ですね。今日もいい試合を期待しています。アベイチームの先発です。福西さん、 4-4-2 のフォーメーションでしょうか。はい、非常に各ポジションのバランスが取れた形です。攻撃はサイドの選手が起点になるでしょうね。ガンバ大阪ですが、近年はテクニックに優れた選手が多いイメージがあります。黄金時代は試合を支配して勝っていました。この当時のチームの攻撃力は J リーグ歴代でも屈指のチームだと思います。前半キックオフです。ボールがこぼれている。パトリック、中の選手へクロスが渡ります。あっと、これはミスか。クリアしきれません。かなり危ないシーンでしたが、なんとかしのぎきりました。田中達也、いい形でゴール前まで持ってきました。パスを交換しながらシュート、ここで決められるか。入った、ゴール、ゴール。攻撃の組み立てが見事でした。スペースの作り方が良かったですね。いいものが見れました。リプレイを見てみましょうか。パスを回してチャンスを待っていたんですね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。冷静に決めました。このパスはわずかに味方と合いません。相手のスローインになります。タックルが決まりました。相手ボールのスローインです。田辺聡太、しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。田中達也、ここからどうするのか。隙を伺います。ああ、2点リードかという場面でしたが、ミスしてしまいました。1点差では安心とは言えないので、ここは決めておきたかったですね。
パトリック。ガンバ大阪の攻撃です。パスを返します。1点ビハインドですが、じっくりとボールを回していきます。縦に入れて勝負をしてくるのか。田辺総丹、素晴らしいタックルです。危ない場面もディフェンスがクリア。視野が広い。このボールを奪います。仕掛けてくるのか。まずはパスを回して隙を狙います。田中達也、決められるか。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。低いパスはわずかに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。田辺総丹、奈良達希、高いボールで裏を狙います。ここでパスカット。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。田辺総丹、クロスを狙ってくるか。マイナスのクロス。いいタイミングでカットしました。何をしてくるのか。これは勇気のいるタックルです。パトリック、レアンドロ・ペレイラ、さあどうする。同点に追いつけるか。危ない場面でしたがクリアしました。折り返せるか。ここは打てるか。ここで同点ゴールが決まりました。これでゲームは振り出しに戻ります。かなり白熱した試合になってきましたね。両チームとも一歩も譲るつもりはなさそうです。この距離でシュートを打たれるとキーパーはどうしようもないですね。ゴールに向かう嗅覚を褒めるべきでしょう。ボールをドリブルで運んでいます。うまく振り切った。ディフェンスがうまく対応。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。ただいまの同点ゴールの映像です。ご覧ください。ボックス内からゴール中央の低めをうまく狙いました。田辺総丹、危ない場面でしたがクリアしました。パトリック、ゴールに向かっています。
攻めきれませんね。ボールは相手に渡りました。試合を止めていた分、アディショナルタイムが1分追加されます。狙った、キーパー反応した。ボールを弾く。しばらく押し込まれる時間が続きましたので、サポーターからひときわ大きい声援が上がっています。勝ち越しゴールを奪いたいですね。ボールを入れました。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対1。ゲームはハーフタイムに移ります。前半この選手のプレーがよく効いていました。あの同点ゴールは大きかったですね。ゲームを振り出しに戻しました。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。後半はガンバ大阪のキックオフで始まります。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。そういった矢先にボールを失いました。田中達也、このパスは簡単にカットされました。ここはクロスでしょうか。レアンドロ・ペレイラ、危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。いいタックルだ。ボールをキープしました。田辺聡太、パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢のしどころでしょうか。コーナーキックです。同点ですがここはディフェンダーが上がってくるでしょう。さあボールを蹴った。ディフェンダーがボールをクリアしました。さあここで一気に仕掛けられるか。ディフェンダーが戻りきれていません。時間をかけすぎてカウンターは通じませんでした。1点リードにできるか。タックルでピンチをしのぎました。奈良達輝、田辺聡太、危険な位置です。緊張感が増してきます。おっとボールを失いました。見事なパスカットです。田辺聡太、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。パトリック、ペレイラだ。パスを出した先にはちょうど相手の選手がいました。田中達也、
ボールを回してチャンスを伺います。クロスを狙いそうですが、これは強烈なタックル。レアンドロ・ペレイラ、パトリック、いい位置です。レアンドロ・ペレイラ、パトリック、止めた。キーパーが驚異的な反応を見せ、ゴールを許しません。いや、今のは入っていてもおかしくないですよね。キーパーのスーパーセーブでした。ボールを入れた。ここはディフェンスがクリア。パスを戻します。さあリードできるか。これはキーパーのスーパーセーブ。いやー、よくあそこに届きましたね。コーナーキックを蹴った。ここはクリアされました。クロスはマイナス。さあ勝利はもう目の前です。時間をうまく使っていきたいですね。リプレイを見てみましょうか。このマイナスのパスが決定的なチャンスを作り出します。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。カウンターを狙っても面白そうです。見事な視野です。カウンターが決まりました。見事なゴールです。ちょっと警戒が薄かったですね。うまく狙いにはめられてしまいました。プレーを見てみましょう。狙いすましたスルーパスでしたね。見事な得点です。守備の裏をつきました。一瞬の隙を見逃しませんでした。素晴らしいフィニッシュですね。田中達也、タックルでボールがこぼれました。高い位置でインターセプトしました。いいパスだ。狙った。このシュートはわずかに枠をそれました。力を抜いたいいシュートでしたが、少し運がなかったですね。
田中達也。何かしてきそうですが、相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。ボールロスト。試合終了の笛が鳴り響きます。残念ながら勝ち点はゼロ。ホームチームの敗北です。2点差での敗北となりました。チームが機能不全に陥ったような印象でした。リーグ戦で勝つためには戦い方を変えないといけません。圧倒的な存在感を見せつけました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。